ドミさんこちらで一応話し合いラブゲソ大丈夫ですかね、つのさん。楽しいね。楽しいね。なんでこんなに楽しいの？はい、10月29日発売、黄金フィリング、リュウキングマッチ2022だからね。YouTube では新カード紹介ウィークと題しまして、このね、黄金フィリング、リュウキングマッチ2022の新カードをバンバン紹介しているという最中でございます。はい、もうすでに3日間ぐらいやりましたね。やりましたな。すごいことだ。怖いよ今のところ3日間。めっちゃなんかどれかでよかった。いややっぱりでも。いいんですけど、でもいいんですけど、強いてアイアンラビットンボの謎が解けて今好きです。ああ、結構急に誰だろうってなって、アイアンラビットンボ、はい、まだ見てない方昨日のご覧ください。本日は僕はね大好きなカード、おお大好きすぎて1枚で収まらなかったから、あらたくさん持ってきたんです。クレジットカードじゃない、なんと4枚好きだねみんなね。別に好きではないんだよ。そうか。新カードこちらでございます。じゃあシェントンブータンパンクブータンジャッジメントで、おブータンジャッジメント、そうなんですけれども、あらら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 ということで、全部のカードはヤーの後に見せたいと思います。じゃあ早速いきます。いくぞヤー。では今のところ2枚しか見えてないけど、いいヤーでしたね。今日ね4枚持ってきてます。4枚持ってきてるんですよ。それはティンパここ12とかですか？いやいやいや、じゃなくてあら合計7枚ぐらいあるかもしれないですけども、じゃあ早速ね1枚ずつ見ていきたいと思います。はい、シェントンブータンパンク、エグザイルクリーチャーのツインパクトカード。いやいいですよ、使いやすい、多すぎるね、使いやすい。はい、ということで、しかもこれ上無色、下闇、使いやすいで、マナとしては闇単色です。いや、使いやすいっていうも、いろんなところ新規軸のね1枚なんですけれども、シェントンブータンパンク、アウトレイジマックス、オラクルというエグザイルクリーチャーでございます。エグザイルクリーチャーってのは何ぞやっていうと、エピソード3の時に出たカードでございまして、基本的には普通のクリーチャーと同じように使います。ただしエグザイルクリーチャーは基本的にはこの共通で、名前にホニャとあるエグザイルクリーチャーは1体しか出せないよ。同じ種類みたいなやつよね。そうですね、バトルゾーンに基本的に1体しか出ないよって制限があるやつらがエグザイルクリーチャーですという感じなんですけれども、ウルトラドロン号、このクリーチャー離れた時に名前にシェントンとあるエグザイルクリーチャー1体自分の手札を出してもよいというね。ウルトラドロン号だ。はい、シェントンにドロン号できる、はい、というカードです。シェントンって今までいました？いっぱいいます。まあこれはシェントンですし、まあこの上のやつがシェントンです。要はこれ離れると1個上になれるよという感じでございます。で、下闇の呪文ブータンジャッジメント。いやこれ強いよね。そう、これ実はもともとある呪文なんですよね。そう。はい、シールトリガーで相手は自身のクイズを1体選んで破壊し、その後自分のクイズを1体破壊すると。自分のクイズいなくてもできる。向こうのクイズだけ破壊することができる。これだともともと結構使う出来もありましたもんね。結構ね強かったんです。それはツインパクになったということで非常に使いやすい1枚なんですけれども、まあ基本的にこれはねこのカードで何かをするわけではなくて、ドローン応用でございます。そうだね、先がいるはずだね。じゃ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 ん、2枚目、エンシェントンブリタニア。かっこいい。ブータンパンクがブリタニアになります。ブリタニア、はい、7匹、無色と、そしてこっち闇です。またツインパクトでございますね。はい、じゃあクリーチャーを見ていきます。アウトレイジマックスオラクル、エグザイルクリーチャーダブルブレイカーですね。でこのクリーチャーが出た時、好きな数のアウトレイジと無色呪文を自分の墓地から手札に戻す。好きな数。それウルトラドロン号、このクリーチャー離れた時、名前にシェンとあるエグザイルクリーチャー1体自分の手札を出してもよいと。で自分の名前にシェンとあるエグザイルクリーチャー1体しか出せない、他に出せないよっていう。で呪文側4マナ、闇の呪文カツキング、俺とお前の勝負だ。おお、セリフ系ですね。そうなんですよ。で自分のシールドリガーですね。で自分の山札の上から4枚を墓地に置く。その後自分の持ちやるカードの枚数以下をコストを持つ相手のクリーチャーを1体破壊する。おお、今ちょっとハンマダンマ、でもコスト以下だったら4枚以下だったら微妙に細かいとこ違うんですけども、でも使いやすい状況、墓地も増えると。結構強いですよ。取り落としも全然強いね。そうそうそう。で墓地増えるのにも意味ある。このカードがもう1回出てきたら回収できたりとかね、たくさん回収できたりとかするので非常に意味があるというね1枚でございます。まあでもね、もともとのブータン知ってる方ならこいつもつなぎでしょと分かってると思うんで、3段階だね。3段階いきますよ。はい、いきましょう。でけでけでん、センチュリーウルトラスペシャルパンク。センチュリーでございます。もともとウルトラナイトパンクというねいましたが、今回ウルトラスペシャルパンク、無色の11マナのアウトレッジマックスオラクリオン、オラクリオンになります。でエグザイルクリーチャー、ガードストライク、ブロッカー、トリプルブレイカー。ガードストライク持ってます。そうだね、ちゃんと受けね、最新だね。はい、でこのクリーチャーが出た時、自分の他のクリーチャー好きな数破壊する、その後こうして破壊した数だけカードを引き、手札からエグザイルクリーチャーを出すと。なるほど、他のエグザイルクリーチャーをバババッと並べる。なるほどなるほど、というね効果を持ってます。でウルトラドラゴンをこのクリーチャー離れた時、名前にシェンターでエグザイルクリーチャー1体自分の手札からしてもいい。なるほど、で自分の他の名前にシェンターでエグザイルクリーチャー出せないで1万4000とね。まあこうじゃは並ばないよってやつだね。そうですそうです。この3枚が今回新規にドローンゴーとして登場いたします。いや面白い。そうなんですよ、僕ドローンゴー大好きなんです。いやー実際ドローンゴー面白いですよね。そうなんですよ。はい、でドローンゴーって結構イースに出た時は面白いんだけど、結構いろいろ弱点がありまして、特に一番大きな弱点がドローンゴーって破壊された時だったんですよね。基本的にね、そうだね、破壊されたら出るようだったんだけど、どんどん水コープなるとかね、戻されちゃって全然使えないわみたいなあったんですけれども、もう全部ウルトラドロンゴだ。ウルトラドロンゴで離れて出る。もう何されても出ると。そう。離れれば。でしかもですね、あと結構ドロンゴってドロンゴ用のカードがたくさん出来さなきゃいけないんで、守りが薄いんですよね。そうだね。そこを全部トリガーの全部トリガーだ。ガードストライク。本当だ。全部トリガーガードストライク。ケアしたということです。強いね。ケアしているというね、まさに新時代のですね。新時代でございますよ。しかもですね、このブータンシェンとあるアウトレジョン。何かと言いますと、トンギヌスの槍。はい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 。有名なね、アタックチャンス、シェンターでエグザイルクリーチャーね。トンギヌスにも打てます。打てる。3マナで打てます。でかいよ。小さいからでかいよ。小さいからでかい。小さいからでかい。でかいよ。そう。しかもエンシェントンは無色呪文回収します。おお、回収できるじゃん。トンギヌスも回収できる。新時代のシナジーが強いよ。生まれるという。俺はブータンドローンゴーから目離せないですよ。しかもね、こっちでエグザイルクリーチャー展開できる。他のエグザイルクリーチャーちょっと入れといて、それバンバン。バンバン展開してね、カツマスターとかそういうカツ無限みたいな超強力な組み倒すみたいなこともできるわけですね。僕あれが好きです。ミケランジェロ。はいはい、あれが好きですね。とかもね入れてサポートもできるよと。できると。とんでもない1枚でございます。ちなみに前のウルトラナイトパンクもシェンついてるんで、そうだね。それと組み合わせることできるわけです。なるほど。あっちまたちょっと違うよね。そうそうそう。二軸でいくみたいなこともできちゃう。なるほどね。かなりこのブータンアウトレイジ戦略広げてくれるんじゃないかなと思います。なるほど。これでも今3枚だね。覚えたね。3枚だね。記憶力いいね。いや4枚って聞いてるから。じゃあ感情取り出してもらわないと。もう1枚ね、このドローンゴー戦略をね強烈に後押しするカードあります。こちらでございます。ノーレス4アウトレイジ。無法設計図とか設計図。ノーレス4アウトレイジ。無色呪文ですよ。無色の2マナの呪文で自分の山札から5枚を表向きにすると。その中から好きな数のエグザイルクイズは手札に加え、残りを好きな順番に山札にする。強い。というドローンゴーをめちゃくちゃサポートする1枚。めちゃくちゃするね。そうこれで強いね。そうでしかも2マナで好きな数だから。そうだね。進化設計図の強さはねもう最近で皆さんご存知だと思います。もうご存知だと思うんですけど、それに近い性能、しかも無色、どんなドローンゴーできても合わせられる。合わせられる。回収もできる。回収もできます。無色だからね。ドローンゴーってやっぱ結局手札から出さなきゃいけないから、そうそうそう、手札必要だったんだよね。手札必要なんですよ。だけどこれで補充できるもん。補充できるんですよ。いやー強いよ。いやこれはかなりで変えてくるんじゃないですか。かなり強いよ。結構テストプレイ僕も打ちましたけど、相当遊べる。いやいいね。もうトンギヌスやり打ちたい放題。打ちたい放題。いやいいですな。トンギヌスやり手に入れなければ。入れなければ。トンギヌスはちなみにね最後で入っております。お任せください。お任せください。というね感じのブータンなんですけど、もう僕はもう喋りたいこと全部喋りました。じゃあちょっとフレーバー見てみます。ムーちゃんにおるのかな。ムーちゃんお願いします。はい、恐竜大陸の復活によってエグザイルたちの失われた記憶が取り戻された。エグザイルたちはかつて恐竜大陸で全てを飲み込もうとするサバイバーと戦った者たちだったのだ。そうだったんですね。実はそう今回恐竜大陸っていうのが一つテーマになってるんですよ。恐竜大陸って何だったのみたいな話が実はちょこちょこある。エグザイルクリーチャーって実はエピソード3当時でもよく分からなかったんですね。なるほどなるほど。エグザイルクリーチャー何なのっていうのが実はよく分からなかったんです。流れ着いてきたもの、まあエグザイルそんなことねっていうぐらいだったんで、どっから来たのか分かんなかったんですけども、実はそれが今ここに明らかになってる。なるほど。実はかつてサバイバーと戦ったものの末裔というかその一味だったのがエグザイルクリーチャーなんだなっていうのがこれ書いてあるわけですね。サバイバーがフレーバーテキスト上重要なことは、デュエチューブのフレーバーテキスト回でもちょっと触れましたね。もしよろしければそちらの方もサバイバー結構ね、アウトレイジとかの関係あるんだよね。そうだね。はい。というのが実は今回またそこがちょっと深掘りされてるという。他にもこの漂流大陸にまつわるフレーバー結構あります。なるほど。こっちのフレーバーは漂流大陸時代からの腐れ縁。おお、かつて読むと地元と本当に地元の話、地元の時からつばぜり合いしてた、そうそうそう、腐れってことなんだ。そのブータンとカツ丼 US パンク UK パンクとカツキングですねはずっと戦ったんです。敵対関係でこっちがオラクルになってガチャアウトレイジオラクルの中でも戦ってたんですけど、実はずっと前から知り合いだってずっと腐れに戦ったということなんですね。この辺は結構エピソード3の話も面白いんで、皆さんもぜひエピソード3もよろしくお願いします。よろしくお願いしますエピソード3好きの方はね、コメントいただければと思います。どっかでね、特集できるかもしれないですね。ドロップ結構すごいね、本当にね。名前のめっちゃ長いやつもね一緒に使いますね。そうだね、こうですからね。そう、こういうねめっちゃ長いやつもこのカード結構組み合わせると、エグザイルクイーンは出す制限をなくすっていう効果あるんで、 US パンクウルトラスペシャルパンクのほかにめちゃくちゃウルトラスペシャルパンク並べたりとか。ああ、なるほど。ちなみになんですけど、実はカツ丼、これ腐れ縁ってカツ丼のこと言ってるんですけど、カツ丼のカードもちょこちょこっと入っておりまして、フレンズタイムズカツ丼っていうから紹介させてましたが、他にもねカツ丼のカードあります。アウトレイジ強化、エグザイル強化となっております。なので皆さん本当に重ね重ねになりますが、ドローン号ぜひよろしくお願いします。なんでドローン号だけだね。チャンネル登録とドローン号ぜひよろしくお願いします。これでいいじゃない。黄金戦略デュエキングマックス2022をよろしくお願いします。ドローン号も入っているデュエキングマックス、すごいね、そっちメインになっちゃってるもんだ今。はい、ということで、こちらね、レッドマンさん一押しの、ドローン号たちが入っているのが、こちら、10月29日発売、黄金戦略、デュエキングマックス2022でございます。よろしくお願いいたします。いやいや、今日爆発しましたね。いやー、しましたね。たまにはなんか爆発する日があってもいいんじゃないかな。で、本当にこんな感じで、クロスギアとかもそうなんですけど、そうだね。なかなか昔のね、戦略、最近強化なかったなみたいな戦略もばっちり強化されて、最新バージョンで戦えるっていうのが結構一つ売りでございます。売りでございます。あるんですけど、デッキの入りがまた変わるかもしれないですね。そうだね。久々にこう引っ張り出してね、ぜひドローンで遊んだりとかいろんなことできると思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてまだ明日も、明日もあります。あっていいんですか？明日もありますので、ぜひねチャンネル登録して、新カードを見逃さないようにとよろしくお願いします。はい。ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい。そしてコミュニティ投稿にもアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。という本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ジュエルマスターズ、バイバイ。ドロンゴ。どうも、今ミカです。この度ですね、デュエチューブショップとして EC サイトをオープンさせていただきました。第1弾のアイテムとしてはこちらのスリーブ、はい、こちらとてもクールですよね。さらにですね、こちらプレイマット、キャラが可愛いよね。はい。そして私が着ておりますこちらの T シャツ、こちらね3サイズ展開でございます。ぜひチェックしてください。さらにですね、スポーツタオル、デュエマのタオルもですね販売しておりますので、ぜひチェックしてください。詳しくは概要欄をよろしくお願いします。ほなまた。